回やっと近くに、Google 評価 4.0 以上のお店を見つけたので、こちらやってるんで行ってみます。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかった。今までに食べたことのない沖縄そばでしたね。麺がもちもちしてる感じで、沖縄そばって言ったらどちらかというと粉っぽいというか豚骨ラーメンの、平たい麺みたいな感じのそば多いですけど、こういったそばもいいのかなと思います。ただ私はね、もちもち派ではなく、ボソボソしてる方が好きでしたね。でこの後天気がいいので瀬底島という小さな島に向かいます。今瀬底島着いたんですけど、やっぱりカフェとか飲食店が多いのかな。建物が沖縄っぽい建物が多くなってきてますね。何したらいいんだろうな、ここ海行った方がいいのかな。特にすることもないんだよな。あ、犬が乗ってる後ろに。すごい、こういう光景いいね。いや、以前来たことがあるんですよ、4、5年前か。ここにね、ものすごいでかい廃墟があったんですよね。さっき調べたら2009年に完成する予定だった廃墟があったんですけど、なくなってますね。で、今新しくヒルトンが建てられるみたいで工事中ですね。いや、廃墟見たかったな。いい雰囲気の場所に来ました。瀬底島に入る下のビーチですね。結構人いるな。ちょっと風が強い。あ、なんか詰めてる男たちがいる。砂浜はちょっとあれだな。よいしょ、痛いな、これ歩けないな。けどね、海はめちゃくちゃいいですね。ただ私の声が聞こえてるのかどうなのか。これ風なかったら相当綺麗ですね。綺麗。こんな感じです。もう戻ろう。瀬底島見終わって今からですね、まだチェックイン、ホテル早くチェックインしてもしょうがないので、オリオンビール工場、ちょっとずっと行ってみたかったオリオンビール工場見学に行ってみます。いや、楽しみですね。着きました、オリオンハッピーパーク。中入っていきます。
りました。いや、生産ラインが時間帯によってというか、まあ、ストップしてまして、いいところはあまり見れず、最後に動画とかに撮っちゃいけない、缶ビールができるまでっていう工程のビデオを見せてもらったんですけど、それがね一番面白かったですね。あと試飲もできたんですけど、初めて俺ノンアルのビールって飲んだかもしれない。まあ飲めるっちゃ飲めますね。で、この後はですね、宿泊先である、アメリカンビレッジに向かいます。1時間ぐらいドライブかな。普通のホテル着きました。アメリカンビレッジの中にあるホテルですね。ここはね、去年一度泊まってます。ではチェックインしちゃいます。はい、では部屋に入りましたので、簡単にまた部屋紹介をさせていただきます。昨日のお部屋と似てますね、少しね。右に入るとちょっと鏡があるので、下を向けながら風呂ですね。風呂とトイレがあって、こちらに洗面があり、部屋こんな感じです。綺麗ですね。やっぱコンドミニアムいいわ。ソファーだ。昨日は高いテーブルだったんで、ソファーは嬉しいですね。で、景色見てみますか。あれ、よいしょ。あー、すっごい景色、すっごい。ここまあ泊まったことあるんで知ってますけど、やっぱすごいわ。見てこれ、景色は断然こっちの方がいいな。アメリカンビレッジ夜景も綺麗だったし、そして浜辺もうね、日差しが眩しい。はい、これが本日の宿です。はい、ホテルを出まして、もう結構いい時間なので、6時前なので先に居酒屋行っちゃいたいと思います。で、その後に、まあ、アメリカンビレッジを少し歩き回ろうかなと。お腹空いてるんで行ってきます。あい、やってました。去年来たんだけどね、やってなかったんですよ、ここ。楽しみですね。入ります。そちらいただきます。最後の日ですね、酒飲める。いただきます。うまっ、最高ですわ。昨日も頼んだ島豆腐でございますね。これは醤油で食べる感じです。湯気がサラダ、銀パサラダ、これショーなんですけどね、めちゃくちゃ量多いわ。これ3人前はあるな。昨日は刺身を食べまくったので、今回はステーキですね。量は少なめで今日は行きたいと思います。美味しそう。ごちそうさまでした。1時間ぐらいで出ましたね。やはり非常に人気店ということで、予約をしてないとね、もしかしたら相席の可能性が高いということで、まあ、実際相席になっちゃったんですけど、途中からね。美味しかったですね。まあ、ただそこまで料理頼んでるわけではなかったので、もっと食べたいのはありました。この後はイオンで軽く買い出しをして、アメリカンビレッジうろついて、部屋飲み軽くできたらいいかな。もう今日も疲れてるんでね。そうですね、イオン行ってきます。空がすごい妖艶な空だな。見てください、このアメリカンビレッジの雰囲気、外国っぽいですよね。これが好きなんですよね、この街。特に夜飲み歩きたくなるよね。
いやいい雰囲気だ、ほんといい雰囲気。多いでしょ、このディズニーランド感ありますよね。今ね、BGM 流れてるんで、これが著作権に引っかからないように私は一生懸命喋っております。うおーすげー、やっぱアメリカンビレッジね、2泊3日か3泊4日してこれ飲み歩きたまらんでしたら、すげーはい、どうしても買いたかった、去年ね、買った手羽先みたいなのがあるんですよ、ケージャン付きみたいな、それを買ってホテルで食います。やっと落ち着ける。はい、こちらですね、ケージャンスパイシーチキンだっけな、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、これがね、去年食べてね、みんなでね、ハマっちゃって、お土産でも持って帰りましたしね。ちょっと早速一本いただきます。あ、熱っ。うん、辛っ。うんうんうん、うまさ健在。うめ、これ酒進むわ。はい、あと南国中杯パインとシークワーサー、沖縄限定らしいですね。こちらいただきます。さっきのが辛すぎてね、飲み物なしではちょっと食えないな。美味しいかこれ。うん、美味しい美味しい。もうパインが強いから美味しいわ。あー幸せだわ。あー美味しかったです。もっと食いたい。そして見てください、この夜景いいですよね。この後はですね、おそらくゆっくりお風呂入って軽く飲んで、明日最終日ですね。明日午後2時3時にはもう沖縄出なきゃいけないので、それまでまた沖縄を楽しもうかなと思います。ではおやすみなさい。私サンフォードというところで街の風景撮ってたんですけど、そしたらこの開放銀行かな、開放銀行の前にいたのか分かんないですけど、自転車に乗ったおじちゃんが何俺は撮ってんだって街中でいきなり叫び始めて。